佐渡赤玉石、やや赤がかった赤い色合いが特徴的な佐渡赤玉石は、干渉石、明石の世界で珍重されている石の一つです。佐渡赤玉石は、産地である新潟県佐渡市をはじめ各地で採取される石を指します。そんな佐渡赤玉石は、鉱物学的には石英の一種です。石英は二酸化ケイ素の結晶で、本来なら無色透明に近い仕上がりになりますが、完全に無色透明のものは水晶と呼ばれます。佐渡赤玉石はその成立過程で赤みを帯びた酸化鉄が入り込むことによって赤い色に仕上がっています。独特の色合いがあるということで、干渉石の世界では古くから珍重されてきた歴史があります。特に表面を丁寧に磨くと独特の光沢が出てツヤツヤした質感になるということで高い人気を誇ります。また赤い色は古くから魔を払う効果があると考えられてきた歴史があることから、佐渡赤玉石はパワーストーンの一つとしても人気があります。魔の御霊、環境をかなわず佐渡に散った純徳院の仮想塚、正式には純徳天皇御仮想塚、純徳上皇は承久の乱で佐渡廃るとなり、在東22年の末1242年、46歳で崩御、翌日仮葬され、その後に松と桜を植え目印としたのがこの仮葬塚です。ご遺骨は翌年帰郷、父帝後鳥羽上皇墓所の傍らに安置されました。仮葬塚は御陵と同格扱いで宮内庁の管理、近くに純徳上皇を祀った魔の宮があります。